かね。人の顔に見えるんですかね。そう、ここはね、五百羅漢って言って、江戸時代天明の大飢饉で多くの村人が亡くなったのね。その人たちの供養のために年老いたお坊さんが5年の歳月をかけて人の顔を彫り込んだの。もしかして河合さんに何かあったんですか？大変申し上げにくいんですが、今
者東堂の五百羅漢で遺体で発見されました。現在殺人事件として捜査しております。竹村警部、あんたも長野さ警備な。ああ、
松永さん、河合さんと特に親しかったっていうことは。河合さんってあの遠野で殺されたっていう管理官の河合とかよさん。はい、親しかったなんて聞いてる？むしろ逆でしょ。河合さんは私たち経理から目の敵にされてたからね。え、適当に伝票来てたらすぐに河合さんが小言いに来たもん。ところで松永さんってどういう性格でした？クールだよね。私は苦手だったけど。顔立ちは綺麗だったけど付き合い悪いし、感情はあんまり表に出さないタイプ。感情を表に表さない。でもあの笑顔。宮城君、何やってたんだ。午後から東京まで会議だって言ってっただろう。すみません。まるでサムトのババが蹴ってきそうな日だな。サムトのババ遠野さ伝わる昔話でさ。
昔松崎村のサムトっていう集落にめんこい娘が住んどったそうな。けどある日突然神隠しみてえに姿消した。それから30年も経った風の杖ある日、どっからともなく一人の老婆が現れて、自分はあの時の娘っ子だと言い残して、まあたっと補佐ともなく姿消しまったんだそうだ。それで風の強い日のことをサムトのパパが帰ってきそうな日っつうわけだ。はい、よしな。何、松永貞子のめっかった？現場の意見を直接申し立てるチャンスはあの時しかなかった。他に方法はなかったんだ。でも若林さんの立場が悪くなるだけです。土橋君、俺たちは政治家や土木業者に甘い指導を吸わせるために働いてるわけじゃない。無駄な開発を無駄と言って何が悪いんだ。そりゃ分かりますけど、若林さん、くれぐれも慎重に。あの、ごめんなさい、課長に聞いたらここだろうって言うから。いや、いいんだ、君を探してたんだ。午後から急遽東京本部に行かなくちゃならない。修正案報告し、君にも同行してもらおうと思って。わかりました、すぐ準備します。佐藤経理課長、先日はお土産ありがとうございました。美味しかったですよ、盛岡冷麺。夏休みに出張なんて大変でしたね。まあな。盛岡
と思って。そうですか、ありました。あった。確かに森岡に出張してますね。本当ですか？日付はどうなってます？12日から14日まで2泊3日になってます。14日。河合さんが亡くなったのは14日の19時頃。18時に上野に着いたのなら犯行は無理か。佐藤課長は森岡へ？一瞬ええってなったんだけど、事件当日の夕方には上野に戻ってたの。これってアリバイ成立ってやつよね。なあ、ルリコ、何の事件のこと調べてんの？だって亡くなった河合さんのことを思う気持ちはよくわかるけど、事件は解決したんだろ。警察的には納得がいかないの。竹村さんっていう警部さんもそう言ってた。例えばそのせいで全く関係ない事件に巻き込まれたりしたらどうする？結婚も近いんだから、あんまり心配かけさせんなよ。ごめんなさい。でも佐藤課長は松永さんの上司だし、松永さんが不正経理をやってたことを知ってたみたいなの。だからさっきの出張の話だけど、そんなの佐藤課長の自己申告だろ。日程なんてどうにでもないんじゃない？そっか、すごい、さすが強いさ。解散なんてどうにも納得いかないな。
夏目理事のアリバイはすぐにでも裏を取れます。問題はやはり佐藤課長ですね。土産物を買うふりをして新幹線には乗らなかった。だから夏目理事と一緒に帰京したと我々に嘘をついた。そうですよね佐藤。事件の目撃者を探しに。ええ、そのためにはどうしても佐藤さんが出張から戻られた日にちを知る必要があるんです。ご協力いただけますか。そういうことでしたら少々お待ちくださいね。はい、私家計簿に簡単な日記をつけてますので。夫が盛岡から帰ってきたのは15日の夕方になってますね。15日。何か、ちょっとお待ちくださいね。もしもし。あら、あなた。ええ、今刑事さんお見えになってて出張のこと尋ねられたわ。あなたが帰ってきたのは15日の。ええ、もう行っちゃったのよ。今さらそんな。あ、切れちゃった。何なのかしら、まったく。佐藤経理課長への疑いはもはや決定的ですね。帰宅日を一日ずらすよう女房と口裏合わせまでしようとしたんですから。やはり原因は佐藤の不正経理にあるんでしょうかね。横領は佐藤と佐藤の共犯かもしれないぞ。だが刑事さんでバレそうになり、罪を佐藤一人にかぶせようとして自殺に見せかけて殺害した。とにかくこの情報をもとに遠野中央署がもう一度動き出してくれることにはな。じゃあ行ってくるね。いいなあ、資料科目なんて。私も一緒に連れてってほしいな。娘のデート邪魔してどうする。いつかみんなで旅行にでも行きましょう。僕たちが家族になったら。そうだね。そうね。夜までには戻りますから。ご無沙汰しております。で、その佐藤というのはですね、あ、その前
ですか。そうなんですよ。現状には立ち会ってるんですよね。状況を教えていただけませんか。遺体があったのは茂みの中だったので発見が遅れたんですね。死亡推定時刻は昨23日の16時頃、そばに落ちていたジュースのペットボトルから生産反応が出ました。仏のポケットからは遺書も発見されています。今回の不始末について深くお詫びし責任を取ります。筆跡も本人と一致しています。同じだな、松永さんのこの時と。だ、同じだ。検案書によると佐藤はまず大量の睡眠薬を服用しているようですね。それでも死にきれず服毒自殺を図ったというのが所轄署の見解です。佐藤の昨日の足取りはどこまで判明していますか。午前中に夏目という上司の家を訪ねたところまでは所轄が調べていますが。夏目ってあの理事の夏目雄二ですか。もう警察には説明したんですがね。お手数かけます。今一度、昨日の午前佐藤経理課長は何の用でお宅を訪れられたんですかね。何か相談事がある風だったんですが、どうにも要領縁のですよ。申し訳ありません。私は大変なことだから。どういうことだか具体的に言ってくれなきゃ。何が何だかわからんよ。申し訳ありません。本当にどうしたらいいのか。あなた先にタクシーで行ってるわね。お、すまん。私もすぐに車で追いかけるから。ちょうど親戚の結婚式で急いだったもんで適当に眺めて追い返してしまいました。今にして思えばちゃんと彼の話を聞いてあげるべきでした。そうすれば彼は死なずに済んだものなのに。佐藤さんが来たのは何時頃ですか。9時10分頃でした。それから彼を返してすぐにこの車に乗り込んだのが9時半です。ご協力ありがとうございました。厚生労働省の基準をクリアした独自の有効成分の力、頭皮に塗布し、素
サイクルを整え発毛を促進。だから薄毛抜け毛に効く、脱毛症に効く。すごい驚きましたね。女子の髪とか染めちゃったっていう。だいぶ女子の髪。薄毛対策を始めるなら今、ニューモーカス第2類医薬品ミューゼットお試しください。通常価格5500円ですが、誕生記念特別価格なんと半額の2750円でご提供です。このチャンスどうぞお見逃しなく。お申し込みは0120-64-2323 まで。おい、店主が東京からご帰還なのに出迎えもないのか。ごめんなさいね、ちょっと取り込み中で。何やってんだよ。え、パソコンに取り込んでって。取り込んでて取り込み中か、ややこしいな。デジカメの写真がいっぱいになっちゃったからパソコンに取り込むんだけど、メモリーカードをどこに差し込むのか忘れちゃって。ああ、この間はちゃんとできたのに。あなた知らない？知らないよ。もう早く飯にしてくれよ。ねえ、新しいメモリーカード買ってもいい？手に持ってるじゃないか。これ古いから記録枚数が少ないのよ。しょっちゅうパソコンに移し替えなきゃいけないから面倒なの。だったらほら、去年まで使ってたデジカメ、これ使えばいいじゃないか。こんな重いの予備に。儲かろうがなんだろうがデジカメごと持ってさ。デジカメごと。
きの垂れ込み電話の名前を言えなかったってことは愛人だべな。佐藤が必死に隠そうとしてたのは浮気だったんだ。当の次元はまた振り出しさ戻ったっつうことだ。でも一つ重要なことがありますよ。佐藤には自殺する理由などないということですよ。だな、浮気がバレるたびに自殺してたら命がいくつあっても足んねえもんな。妙に実感がこもってますね。いや、こう見えてもな、昔はプレイボーイだったんだ。おう、いや、私は自殺する前に殺されますね、愛する女房に。いや、すまねえこってぞ、厄介な事件さ、巻き込んでしまって。いや、佐藤課長の死によって逆に見えてきましたから。何がです？全ての罪を佐藤課長になすりつけて幕引きをしようとしている真犯人の存在ですよ。真犯人？あんた夏目理事長、アリバイはあるにはあるが逆に完璧すぎて怪しいとは思いませんか？だな、せば一丁崩してやるべしですな。これからは吉田さんと二人きりの合同捜査ですな。なんだ、ないんじゃないかと思うんですよ。ある方法を
デジカメ、これを高山のデジカメと言います。犯人は貞子と待ち合わせをして、貞子のカメラでまず風景や貞子を撮りました。そしてその後立花峠で貞子を殺害、そしてもちろん証拠写真の残っているこのデジカメを持ち去りました。ところが途中で旅行中の高屋と出っ壊してしまい、まあ、せっかくだからという理由をつけて、今度はこの高屋のカメラで撮影をする。その際に高屋のカメラからメモリーカードを抜き取り、そしてこの貞子のカメラのメモリーカードと入れ替えます。そしてこのカメラで高屋を撮った。その後殺害、これでこの高屋のカメラのメモリーカードには貞子と高屋2人の記録が残ります。これで貞子と高屋が合流して争いになったというストーリーが作れます。つまり現場さん残されてた可愛い高屋のデジカメで、その中にセットされてたメモリーガードは、これもともと松永貞子のものだったと。そうです。いや、デジカメに関してはうちらもそれなりに調べたんだけども、あんた肝心なことを忘れてるで。なんでしょう。デジカメの写真にはいろんな情報が自動的にこう刻み込まれるんですわ。まあ、例えば日付、画素数、シャッター速度など。はあ。で、問題はその中に撮影したこうカメラの基準情報も含まれるんですわ。で、そいつらは基本的に後から修正が効かれるんです。ほう、そうなんですか。じゃあ、この貞子のカメラとこの高井のカメラが基準が違ったら、メモリーカードを入れ替えたことは後々明らかになってしまうんですね。そういうことです。まあ、じゃあもしこの2つのカメラが全く同じ基準だったら、むしろ犯人はそれに気がついたからこそとっさにこの方法を思いついた。同じ基準か。そういえば人気がかかってたの。この日は若い女性に人気の基準だと早速調べてみて。あと一つ問題なのは貞子のあの満面の笑みですよ。瑠璃子さんによるとクールだと言われてる貞子があれほどまでに嬉しそうな笑顔を見せる相手っていうのは、少なくとも夏目じゃねえべな。もっと若い、しかも貞子と高代の両方に接点のある男。あ、瑠璃子、ついでにお父さんのくすぐらいといて。何やん、もうじきお嫁に来んだから親孝行しなさい。親孝行。死亡推定時刻は14日の午後、そして河合高屋の死亡推定時刻も14日の19時、そして夏目理事も同じく14日に東京の OB 課に出ていて、19時頃しきりに時間を気にしていて、19時半以降急に作業を乱した。森林整備機構の東京本部と長野支部、両方に在籍経験のある職員は2人いました。ご苦労さん。この幕林って男、本部の佐藤経理課長が死ぬ直後に退職してるんです。本当か。意味ありげなタイミングですよね。この土橋剛っていうのは確か瑠璃子さんの婚約者じゃないか。まずはこっちから当たってみるか。ご神王様、いかがですか。すっごい似合ってるよ瑠璃子。本当なんだか夢みたい。ありがとう。あら、竹村さん。あ、どうも瑠璃子さん。こちらがフィアンセの土橋さんですね。え、僕のアリバイってことですか。平たく言えばそういうことです。どういうことなんですか竹村さん。鶴さんが殿の事件と何の関係が。瑠璃子さん、これはあくまでも形式的なことですね。14日でしたよね。ほら、一緒にお墓参りした前の日、あなたうちに挨拶に来たでしょ。ああ、俺だけ先に実家に車で帰ったんだっけ。じゃあ明日即時帰宅しないで待ってるから。車で規則島に帰るついでに瑠璃子の両親に挨拶に行ったんです。それは何時頃ですか。それも確か朝9時前だったよな。9時前ですか。はい。それから車で規則島に移動して、実家でも墓掃除でもずっと一人だったんで、アリバイってありましてもちょっと。それはいいです。はい。では東京本部の佐藤経理課長が自殺したとされる23日の夕方は。竹村さん、私のことを疑うのならまだわかります。でもどうして剛さんのことをそこまで。ただ東京本部にもいたことがある
ただけで。それはその、いや、いいんだよ瑠璃子、これが刑事さんの仕事なんだから。23日は強さん私と白樺湖へ行ってました。帰ってきたのは夜です。私の証言じゃ足りないとおっしゃるのならどうぞお調べになってください。警察って本当に誰でも疑うんですね。行きましょう強さん。すいません。嫌われちゃいましたね。我々こういうものなんですが。警察なんですか。これから就職の面接に行かなきゃならないんですか。はい、すぐ済みますか。14日を含むお盆休みの海外旅行、23日のアリバイはなしですか。退職する前の日ですからね。この部屋で悶々としてましたよ。そういえば夜の6時頃に出前を取りました。すぐそこのお寿司屋さんです。お寿司屋さんね。だけどどうして僕を調べるんですか。もう職場とは無関係なんですよ。そもそも辞める理由は何だったんですか。まあいろいろありましてね。それが積もり積もって、思えば整備機構の開発方針に異を唱え夏目理事を敵に回した時点で僕の選択肢は一つだけだったんです。それでお辞めになったと。僕の後は土橋君がやってくれますよ。彼は優秀ですし夏目理事ともうまくやってますから。そうですか。確かにお盆休みに海外に出ていますね。出入国管理事務所の記憶に残っていました。23日の夜6時過ぎ近所の寿司屋で出前を取ったのも事実でした。出前持ちが若林が部屋にいたのを確認しています。やれやれ、土橋も若林もアリバイ成立です。土橋剛のアリバイを証明しているのは14日も23日もフィアンセである。共犯という確証はあるのか。いや、その辺は
た情報のほとんどは夏目の懐刀だということで一致してます。気が臭い限りですよ。まあ処分を覚悟なら責任を負うがいい。しかしね、いつか岩さんのことを書いた新聞社今でも岩さんのことを聞き回ってるそうだ。これ以上の暴走行為は俺はかばいきれんぞ。でも吉田警部補にとってこれは警察人生最後の山になるかもしれないんですよ。引退の花道を飾ってあげたいんですよ。花道？はい、ガンさん、俺の花道も飾ってくれるのかね。うん、もちろん。恩師の花道はこの不祥竹村岩が盛大に飾らせていただきます。で、引退はいつにしますか。君のことが心配で引退もできんな。いや、ご遠慮なさらないで。まず犯人は14日の昼に松永貞子と合流し、立丸峠で写真を撮っています。瑠璃子さんの両親に挨拶をした後、朝9時過ぎに土橋が長野を立ったとしても、どんなに急いでも盛岡に着くのは夕方になってしまいます。それは車だったという前提だろう。ええ、だって土橋は車で瑠璃子さんのうちに挨拶を。それ自体がアリバイ工作なんじゃないかと思うんだよ。車で実家の木曽福島に帰ったふりをして、実際は新幹線を使ったとしたら。それでしたら正午過ぎには盛岡に着きますね。犯行は十分に可能です。だから11時にチェックアウトした坂子さんは1時間もロビーで待っていたんだ。そこで気になるのが夏目理事の行動だ。そもそも彼は何のためにお盆休み中にもかかわらずあの日程で盛岡に出張したの。そっか、実行犯として土橋一人に全部やらせるつもりならわざわざ自分が出向く必要ないですもんね。そうだ、だが現地の盛岡で犯人が動き回るための足が必要だった。車か。そう、おそらくそれはレンタカーだ。だがまさか仕事で調達して足がつくような真似はしないだろう。つまり夏目理事はあらかじめどこかでレンタカーを借りてそれを盛岡へ運んだんだ。ところで犯人はなぜ罪をなすりつける相手として佐藤課長を選んだんでしょうね。そうだな。待てよ、俺としたことが肝心なことを忘れていた。
我々が佐藤課長をマークし始めたのを犯人が知っていたということです。でなければ全ての罪を彼にかぶせて自殺に見せかけるなどという発想は生まれないはずですから。はい。失礼ですが、瑠璃子さん、佐藤課長のことを誰かに喋りませんでしたか？喋ってしまったんですが。どなたですか？その土橋さんに。でも佐藤課長が亡くなった日、私たちは本当に白樺湖へドライブに行ってたんです。夕方までホテルの部屋で休んでいました。土橋さんは東京になんか行きようがないんです。瑠璃子さん、残念ですが、それはアリバイにはならないんです。佐藤さんはあくまで23日の16時頃に死んだということであって、その時間に東京で死んだとは限らないんです。佐藤さんを遠く離れた場所で毒殺し、そこから東京へ運ぶことも可能なんです。だけど人がそんな信じたいんですね、彼のことを。愛しているんです。信じています。だから少しでも彼に疑わしいところがあるとおっしゃるのなら、竹村さん、それを証明できますか？と言っても雲をつかむような話ですね。土橋という男の性格、これまで尻尾を出せなかった点といい、相当に用心深いと見えるな。だから岩手と長野の業者は除外視していたろう。夏目理事が帯会の途中まで酒を一滴も飲まなかったのは、土橋からレンタカーをバトンタッチして返却するためだったんだろうな。要するに長野近隣の県で14日に貸し出し中になっている車が対象となるだろう。珍しいな、お酌してくれるなんて。来年になったらもうこの子はいないのよ。おばあちゃんのお酌を受けてもらうしかないんですからね。私もしかしたらずっとこの家にいるかもしれない。え？なんですって？この子まさかマリチブルー？解決の内容ってわけじゃないけど、今度の週末また行かない？白樺湖。いや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 、あれ、高村さん、様子を見に。おお、吉田さん、いや、レンカったそうですな、レンタカー。そうなんですよ、驚いたことに山梨の業者でしたよ。いや、こっちもね、でっけえ土産持ってきたでよ。盛岡から遠野まで車で立ち寄るそうなコンビニ片っ端から調べたんですわ。その執念、感服いたします。その中の一軒の防犯カメラに。おお、
やっぱり本当のことを聞こうと思います。あれほど言ったのに距離を置けて。警部、警視庁の岡部警部から電話です。大戦です。もしもし、お待たせしました、竹村です。今、夏目理事のお宅なんですがね、奥さんから連絡を受けて、夏目理事の姿が今朝から見えないそうなんです。で、さっき奥さんの携帯に夏目理事からメールが。もうおしまいだ、迷惑をかけてすまんと。本当ですか？はい、あ、もう、まあ、ありがとうございました。何が嘘だってんだ。まずい、まずいぞ。まずい。
代さんもつい誘われて断れず、あんたの車さ乗っちまったんだべ。せっかくだから写真撮ってあげるよ。
わかんねえ。俺にはさっぱりわかんねえ。大体おめえにとって松永貞子は何だったんだ。単なる便利な道具だったのか。その通りだよ。口の堅い女で俺との関係は誰にも喋らなかった。横領した金を貢いでくれた。まったく従順な女だった。彼女に遺書を書かせたのはあんただったんだな。さだか俺の言うことなら何でも聞いた。死ぬこと以外はね。吉田さん、私にも分かりませんよ、この男の行動原理が。だな。なぜそこまでしてのし上がりたかったんだ。俺はもっともっと上に行くべき人間なんだよ。そこの死に損ないのバカみたいな奴ら使ってね。多少の犠牲はやむを得ない。思い通りに生きるためにはまあ少しは苦い後味あるさ。あんた五百羅漢の由来は知っているか。五百羅漢。あの石の一つ一つはな、飢饉で亡くなったたくさんの人たちを供養するために掘られていたんだ。だからあんたにはわからないだろうが、そんな場所に死体を捨てるということ自体あんたの人生哲学が歪んでるんだ。もうこの通り逃げるしかないな。近づくなよ。近づいたらリリコ刺す。この建物は。私はどうなってもいい。最後まで信じてたのに。リリコさん。でも強さん、これだけは忘れないで。河合さんも松永さんも佐藤課長もみんな死にたくなんてなかったの。なのにあなたが理不尽に命を奪った。私はどうなってもいい。竹村さん、吉田さん、この人を逮捕してください。罪を償わせてください。お見舞いです。ありがとうございます。
のにいるはずがないって。彼女もきっと警戒して死なずに済んだと思います。Shining, silent trees of the summer rain, racing down the valley, sweeping on the plain, rising to the forest, bailing on the leaves, branching down the meadow, where is Tennessee? Rover in royal silver, girl, where you again?With a girl of God, let you pass upon the way. Friends are friends behind you suddenly and impolite. Ever in any light, they lonely world shining. Silent trees of the summer rain, racing down the valley, sweeping onThe plain, rising to the forest, bailing on the leaves, branching down the meadow, where is Tennessee? Rover in royal silver, girl, where you again? With a girl of God, let you pass upon the way. Friends are friends behind you suddenly.And impolite, ever in any light, they lonely world. Shining, silent trees of the summer rain, racing down the valley, sweeping on the plain, rising to the forest.Bailing on the leaves, branching down the meadow, where is Tennessee? Rover in royal silver, girl, where you again? With a girl of God, let you pass upon the way. Friends are friends behind you suddenly and impolite.Ever in any light, they lonely world.3日間の特別に
する。ゆっくり休みなさいって。ほんとか。おい、トイレ行こう。行こう。行こう。はい、どうぞ。6時間かける価値あり、東北人。Level up. Okay. Now. Go, go, go. Hello. Time to move.
to the boombox crew. Okay. Sorry, noob. Bye, other kind. Stupid. What the hell? It's time to level up.
Whoa, whoa, whoa! Strike oh, out! Oh, I was lagging! Hey. Boombots, baby! Thank you, thank you. What's this? Game on!